そろそろ集まってきたんで、なんだろう、みんなこの集まりはなんだろうと思ってる人のために説明をします。ダブルクラッシュハイズっていうサイトを運営していまして、みんなで仮想でシェアハウス暮らしをしています。でその住人も今いるんですけど、その公式バーベキューという形で今日はやってます。で多分みんなで1号室の方知ってる人、はい、手挙げてる1号室、あ1号室、はい、2号室さんのことを知ってる人を手挙げて、はい、3号室、あ3号室さんのことを知っている人、違いましたっけ、そうです。じゃあ、住人予定の方、はい、これから住まれる予定の方が2名いらっしゃいます。この人のことを知ってる人手挙げて、次の住人候補、麦わら帽子の人のことを知ってる人、逃げた、あ、忘れた、ごめん、住人だ、はい、この人のこと知ってる人、住人ですよ、カイカピバラ、はい、に、にっさん、カラオケのことを知ってる人、あ、カラオケ好きです、カラオケよく行きます、愛媛詳しい、愛媛詳しい、はい、聞きました、保育園ですか、保育園、そうなんですか、ワンさん、あとはショットパーティーっていうゲームで、これ写真をデジカメのセルフタイマー機能で使って撮って、で一応お題が、そうですね、映画とあと何かなカメラも使って、あと最近やけど、彼女は見ての通りセクシーとデリートのつなぐ階段のとこで一応写真展示するんですよ、一日だけで。紹介をちょっと。あ、どっちの？あ、タコ紹介。タコ紹介。はい、タコ紹介。知ってる人。お父さんのこと知ってる人。はい。はい。しております。あ、私は管理人やってます。ダブルクラッシュハイズをとりあえず見てください。面白いみんなで、あ、そうだ、キビドで。そうそう、他の人に紹介してもらわれる。常連や。全部これ多分、これ和牛専門店で買ってきましたね。和牛専門店、1枚2000円とんでもない。一口今日イベントにも書いていただいてたんですけど、夢を書き出す会から夢を書き出すリストのミニバージョンを持ってまいりました。夢をいくつかこう皆さん各自書き出していただいて、今日一日これを名刺代わりに、お仕事以外のこと、プライベートのこととかもみんなのことがよくわかると思うので使ってください。お願いします。あとでバインダーと紙とペンを回します。質問返します、紙一本、あ、飛んだ、夢を追ってる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 、ザンさん夢は見たな、あ、掴んだね、掴んだ、いいよ、毎日お風呂に入りたい、そんなしょうがないよ、当たり前ですよね、あげてない、怪しいなということですね、そうですね、嘘ついてもいいってもちろん、でも村人嘘つく必要ないですよ、本当は狼しか嘘つく必要ないはずです。村人は嘘を見る、狼はバレないように、に村人のふりをするです。あ、いきますよ、せーの、狼は、おい、あれ誰が多い、そう、米長から言って、米長の何人、米田さんが怪しいと思う、米長手を挙げて、米田さんと思う人は、声をかけられた中で犯人、あ、巻き込まれる、1枚いきます、白1、いきます。これは4、はいはい、ピンク、すごい旅っぽい。赤が2枚。ピンクだ。赤とピンク間違えてるよ。はい。